えなんでこんなことをってははは。<laughs> なんかみんな同じこと聞いてくるよね。ワンパターンすぎてつまんないや。うーん。君はさ、なんでゲームするのなんで音楽聴くの楽しくなりたいからだよね。気持ちよくなりたいからだよね。 <laughs> それと一緒だよ。ねえ。俺あんまりキャンキャン吠えられるとなえるタイプでさ。素直に怯えてる子は可愛いけど、強がって威嚇してくる子は嫌い。だからいい子にしてなきゃ。ねえうっせ。だる。 ああ、その怯えた顔はかわいいね。そうそう、そんな顔が見たかったんだよ。血止まんないね。急所当たったしな。致命傷だからな。助かんないだろうね。かわいいお顔。 興奮する。気持ちいい、気持ちいい、気持ちいい。こんなことやめられるわけないじゃんね。君もそう思うでしょねえ。ああ。もう反応しないの。今回のは外れだな。反抗してくるくせにすぐ死んじゃう。今度はもっといい奴捕まえてこなきゃ。 ねえ、そこのあんたも、そう思わない <laughs> ほら、思うよね。ねえ、あんたはどうかなどんな顔してくれるのかなどんな声してくれるのかなねえ、知らなかった自分、知りたくない 気持ちいいよ、きっと。俺、うまいから。って、あ、姫じゃん。姫どうしたのこんな夜中に外出ちゃ危ないよ。悪い奴に連れ去られちゃうよ。ほら、俺がお家まで送ってあげる。ねえ姫、姫どうしたの ああ、もしかして腰抜けてるねえ、どうしたのああ、もしかしなくても、さっきのやつ見ちゃったのかなごめんごめん。姫は普通の人だもんね。こういうのって、あんまり見慣れなかったでしょ。えはははは。<laughs> 何言ってるの姫のこと殺すわけないじゃん。だって、姫は俺の世界一大切な姫なんだよ。誰よりも大切にするに決まってるでしょ。だって俺、一目見た時から分かったもん。君が俺の運命の相手、俺だけのお姫様なんだって。こういうことっていうか、その、さっきのやつね。 ああいうの以外に興奮したのって姫が初めてなんだよ。姫は俺の特別、俺の運命、俺の心なの。そんな姫を俺が殺すわけないでしょ。怖い俺がああ、確かにまあ、姫みたいな普通の仕事してる人からすると怖いのかな。 けどけど、それ以外は、俺も普通の人と変わんないよ。普段は普通の仕事に行ってるし、普通に友達もいるし、姫もいるし、ちょっと趣味が特殊なだけで、何もおかしくないよ。怖くない、怖くない。もう、怖いとか嫌いとか言わないで。傷ついちゃうでしょ 俺の心は繊細なんだよあのさ姫は俺の姫でしょ俺の姫なんだから、俺のことを受け入れなきゃダメじゃん俺だって、姫のこと何でも受け入れるんだからさねえ、さすがに怒るよ。姫は、俺の、俺だけの姫なの。 姫じゃないとか、ふざけたこと言わないで。だって、だって運命なんだよ。初めて見た瞬間からビビってきたの。それは姫もでしょそうじゃなきゃおかしいよね。ねえ運って言えよ。ねえ、俺がこんなに優しく優しくしてるんだから。 姫も俺に優しくしてそうじゃなきゃ、怒るよ。俺、姫にはひどいこと、したくないな。ねえ、そうだよね。今のはちょっとびっくりしちゃっただけだよね。うー、んうん、大丈夫大丈夫。俺にはわかるよ。 <laughs> もしかしなくても、いやきち焼いちゃったんでしょう。う俺が姫以外で気持ちよくなっちゃったからだよね。ごめんね。でもでも違うんだよ。これと姫とは別。全く別なの。これだ興奮するのはその時だけだけど、姫にはずっと興奮してるし、姫といると、俺の知らない感情に出会わせてくれる。俺、姫と一緒にいる時が一番好きだから。 だから、これは浮気じゃないよ。許してくれるだって、俺姫のことが世界で一番好きだもん。姫以外どうでもいい。あいつらは、そうだな。ストレス発散趣味のための道具だと思ってくれたらいいから。ね。だから許して。お願い。浮気じゃないから。 許してくれる本当ありがとう。俺の姫はとっても優しいね。さあ、早くお家帰ろう。んどうしたの帰るよ。はあ、もしかしてまだ腰抜けてるのしょうがないな。ほら、俺がお姫様抱っこしてあげる。 そんなに首フルフル振っちゃって。わかった。照れてるんでしょう。<laughs> ほんと可愛いんだから。ほーら、ちゃんと俺の首にテーマをして。はい、ちょっとふわっとするよ。<laughs> ちゃんと俺に体預けてよ。ちゃんと預けなって。そうじゃないと、落としちゃうかもよ。 なんてね、冗談冗談。まさか俺が姫のことを落とすわけないでしょこんなに愛してるんだから。もう、震えちゃって。かわいいな。子犬ちゃんみたい。ほら、お顔にチューしてあげるから安心して。っていうか、 なんで姫はあんなところにいたの夜中に一人で外に出るなんて危ないでしょこの辺治安悪いんだし。最近なんかよく事件とか起こってるらしいじゃん。しかもここ山奥だよ。変な人に襲われたらどうするの俺心配だよ。え俺を見かけたからえ <laughs> それでついてきちゃったの 姫、そんなのって、そんなの。かわいすぎる。かわいすぎるよ。もう、やっぱり姫も俺のこと大好きなんじゃん。さっきは姫が変なこと言うからびっくりしちゃったけど。そうだよね。俺たちって両思いだもんね。さすが、運命ってとこだよね。<laughs> 愛してるよ。 俺の姫。